いいっす。給料が入ったんで早速公開したいんですけど、ちょっと待って、その前にこの T シャツね、着すぎてなんかヨレヨレになってます。体温体温になってるんですけど、まあね、気にせずやっていこうと思います。何の給料かって言ったらね、今現在なんですけど30歳で無職なんですけど、業務委託で宅配のね、フードデリバリーの仕事してまして、まあその給料が2週間に1回入るんですよ。下ろして雰囲気作るために封筒に入れたんですけど、まず1万円で1万円、今2万円ですね。で1000円、2000円、3000円、4000、5000、6000、7000、今2万7000です。で札なくなって、これがね、あの10円が6枚、ってことで2万7060円ですね。ウィー給料は2週間分で2万7060円ですね。まあ月収で言ったら5万ちょいぐらいのペースです。めちゃくちゃ安い、やばいんだけど。普通にこれじゃね、マジで生活できないんで、えぐいんですけど、この境地にね立った人しか分かんないと思うんですけど、この何とも言えない絶望感があって、これからの作戦としては家賃を滞納していくとか、うん、保険料をまあ待ってもらうっていう次の作戦に出ないといよいよまずいなっていう感じなんですけど、30歳の平均月収っていうのを調べたんですよ。でそうしたらね、34万2000円らしくてで僕今ね2万7000円じゃないですか。いつの間にねこんな差が開いちゃったのかなと思って、もう多分ね追いつけないんじゃないかなと思って、この差はもう追いつけないですよね。まあそんなこと気にせずに楽しむしかないんですけど、ちょっとね悲しくなりました。後ろばっかね向いててもしょうがないんで、なんかうまいもん食って元気つけようと思います。買ってきます。ウィス買ってきましたね。グレープフルーツとニンニクの芽牛丼買ってきました。早速ね食べたいと思います。バイ、お疲れっす。あ、いただきます。久しぶりにねすき家行きましたね。いやー、うまい。久しぶりのすき家、破壊力やばいですね。うわ、なんだこれ。え？こんなうまかったっけ？めちゃくちゃうまい。うますぎる、びっくりした。完全にね、もうこれ回復しましたね。パワーもついたんで、前を向いて頑張ってね行こうと思います。動いてりゃねなんとかなるんで、まあこれからもね、生き延びてやります。頑張ります。スイス、バイバイ。